皆さん、こんばんは。石丸慎二です。本日は急遽のライブ配信にご参加くださいまして誠にありがとうございます。概要欄に書いた通り、15分だけ、えー、ちょこっとメッセージを残していきます。何かというと、昨日のライブ配信で、国民民主党の玉木さんが嫌いって、 言った件です。まあ結論からいくと、玉木さん好きになりました。な <laughs> んじゃそれ。<笑><笑>ええ。ただただそれを言うためだけの。いや本当は、本当はというか。あさってか、水曜日の二十一時から。やろうと思ってたんですよ。 ただ思いのほか玉木さんのリアクションが早かった何より誠実だったのでたまたま今日,今日明日出先なんですけど今30分弱ぐらい時間が取れたので、はい、その玉木さんの行動に僕も応じるべきかなと思ってライブ配信をしてるところです。 で、これ大事なポイントがあって、3つぐらいかな。はい。その解説をしておきたいと思います。まず、<laughs> 今のね、結論を聞いて、なんじゃそれと思った方、多いかと思うんですが、しかし、至って、まっとうじゃないですか。なぜならば、 僕はちゃんと理由を言ってましたよね。嫌いな理由。うん。敵を向けてる人たちがいたと。で、それを当主の立場で、えー、僕に対して何も、うん、説明がなかったと。うん、それは嫌いですわっていう。ただそれを <laughs>、不思議なことにライブ配信の直後、皆さんも確認してくださいました コメント欄に、ほんと直後ですよ。書き込んで、玉木雄一郎の名前を入れて、で、党の代表としてお詫びをしてくださったという動きです。ポイントからいくと3つぐらいあって、まず1つ、これは、両サイドに対して僕は改めてお伝えします。何かというと、人の他人の好き嫌いに皆さん左右されすぎだと思います。 まあえてそうさせた僕が釣ってしまったところはあるので言ってもたかだか一個人の感想ですよ。それにあまりにオーバーリアクションを取りすぎではないかなと。「釣られた熊」というねあすき家とか昔ありましたが。 <laughs> ね、そんなのに「つられるとでも」ってこう <laughs> つられてるやつですよ、うん、これは少し落ち着いた方がいいんじゃないかなと思いますで僕あの時昨日か結構丁寧に言ったつもりですけどあくまで一個人の感想だとで敵を向けられたからそれはいい気がしないっていう当たり前の感情を言っただけであって政策、うん、については何も言ってないですよと。 いいうとところままで説明したかと思いますその意味で改めて、うん、皆さん持ちつけと <laughs>、うん、ネット用語をリアルで言うやつは気持ち悪いって昔言われたことあるんですけどでも落ち着いてニヤニヤ眺めるぐらいでいいんじゃないかなと、うん、その方が長く楽しめると思います政治というコンテンツをあまりにも喜怒哀楽というか、うん、感情の発露にしてしまうと 近づきにくくなるはずなので、そこはちょっと気をつけたいですね。で、二つ目。国民民主党の今の立ち位置を見るにつけ、何かできることがあるんじゃないかなと、僕なりに考えたけ結論が昨日のコメントです。うん、もし仮に本当に 心底嫌いなものがあったとしても、それをわざわざ嫌いという理由だけで僕は人前で言いません。うん、何か狙いがあるから言うわけですね。もし皆さんが、まあ、好きはいいにしても嫌いという感情を嫌いだからという理由で口にされる傾向があるとしたら気をつけた方がいいと思います。あまりいい結果を招かない。うん、素直すぎるんじゃないかな。 でそれは何かというと、まさに党の代表として、党首として、マネジメントどうなんですかっていう点から探りに行ったという、まあ、大変僭越ながらおこがましい、で、お前何様だっていう批判、粗志流は免れないんですが、ただそれも覚悟の上です、もちろん。石丸真二という人間が別に気づいて、僕の評判下がったからといって、何の損失にもならないんで、ただただ、今回の衆院選において、 うん、この立ち位置が、申し訳ないんですが、ビハインドしてる国民民主党、ちょっとでも露出の機会があった方がいいですよね。っと時に、僕は玉木さんであれば、うまく使ってくださるんじゃないかなと思ってた、読んでたところ、まあ、まさにそのように、そして即座に、やっぱりタイミング大事なんで、うん、対応してくださったなと、これが2つ目です。 で、三つ目。これはさらに僕のこの狙いの厳しい点なんですが、その直前に昨日ね、国民民主党の前に何話したか覚えてらっしゃいます、皆さん。日テレの話をしたんですよ。同じように苦言を呈したわけなんですが、ここでコントラストが効いてるんです。対比が。組織として、マネジメントとして対応したところしてないところ、できたところできてないところ。 何が問題か明らかになったんじゃないですか。メディアでしょ。で、これは何に起因しているかというと、立場の強弱です。メディアはまだ強者、強者であるから、少々何があっても批判を受けても知らんと、無視で押し通せるんですね。で、例や国民、できるだけもうネガティブな情報は出したくない。なんならそれをひっくり返したいってなったときに、素直に反応に差が出たなと。 思いますただ、いつまでもその地位は続かないですよ。もうご自身で気づいてるはずです、メディアの、マスメディアの皆さん。たときに、正解は何だったのか分かったんじゃないかなと。これが昨日、僕が公の場で自分の嫌いという感情を口にした理由です。うん、でもうちょっと言うと、ハ白の対談の中で、 その話をしなかった。まあ、昨日言った通りです。対談に市場を挟んではいけないというインタビュアーの,の立場。で、エベタホールまで見送ったんだけども、僕からは切り出さなかったのは、公でやっぱり追求しないとダメだったんですね。まあ、相手からもし切り出されたときには、それはそれで受け止めようとは思ってたんですけども、自分が追求するとしたら、それは陰でやったらダメなんです。それこそ陰で、あの、いい具合にかわされたら、 追及が難ししくなったりしますよねそれこそ終わった話をあいつは言ったみたいな妙なカウンターを食らうんですよ。なので必ずついこっちから追求する際には公にしないといけなかった。というこちらの読みです。ただそれをきちんと玉木さんは理解してくださって対応してくださったというふうに受け止めています。うん、ただ、まあ、あの玉木さんのコメントにも書いてありましたけど。 えーと鳩山さんに注意したっていうくだり、そんな知らんですよ、僕は。だってそうでしょ自分のとこの子供が誰かいじめてた、いや、しっかり注意しましたからって言って保護者が、いや、違うだろうと謝れじゃないですか。なので、注意しましたって当たり前の話で、うん、保護者として、代表として取るべき行動はそれでは終わらなかったっていうのは、改めてここでお伝えしてたます。 うん、また何か機会ある時に聞ければなと思いますなので今の結論としては玉木さんは好きだけど畑山さんと新馬さんは嫌いっていう <laughs> ここまでが <laughs> この経過になってます、うん、ただあのその嫌いってのは心底に行くんで、ね、親の敵のごとくなんてことじゃないですよただそのやり取りがあったので僕から好意的な うん、思いいいは持たななってそそそれれれだけででで以以上でもそれ以下でも下皆さんあの、これを妙に盛り上げる必要はなくて、ただただ一個人の感想です。そんなもんだというふうに受け止めてください。はい。なんだかんだで枠の15分使い切るかな。うーん、まあ、西丸慎二一個人が何かできる、この国政、その選挙において、うんまあ、ちょっとした話題作り。 足しになったのか、なってないのかわからないですけど、僕で思いつくのは、ここぐらいまでです。あとは、それこそ玉木さんをはじめ、国会議員、その候補の皆さんに頑張ってもらうしかないので、僕ができるのは、ここぐらいまでです。あとは、頼みました。ぜひ、国民の皆さん、有権者の皆さん、この機会に選挙を、 そして政治をよくよく見て見てください、うん。誰かの話じゃなくて、僕たち全員の話なんで。はい。まあ多少なりとも、僕のこの1日2日が、うん、何かの足しになったらいいなと、うん。一個人なんで、まあ許してください。別に何かの生徒の投資でもないんですから。うん、そんなやつが、 一人いて、大した害にはならんと思うんですね。まあもちろんこれ、この僕の言動に対する批判はあるかもしれないですし、それは別に構わないです。好きにしてください。それで僕はね、うん、まあなんか、いい気はしないですけど。ただ、その僕のコストは、社会においてはビビたるものなので、うん、圧倒的にパフォーマンスが上回る。リスクリターンで言えば、リスク限定されて、リターンの方がはるかに大きい。 のでこの昨日2日はこのライブ配信を行っています。まあまだネットニュースぐらいになるかな <laughs> 今日は玉木さん好きい, <laughs> <laughs> いや人の感情なんてそんなもんじゃないですか、うん、絶対この人好きとか嫌いとかないと思いますよ。よくも悪くも移ろいやすいそれが人というものだし感情なので、ね。うん あまりそこに強く依存しない方がいいんじゃないかなと思ってます。プラスにおいても、マイナスにおいてもです。はい。じゃあ、15分経ったので <laughs>、このライブ配信以上でお開きとさせていただきたいと思います。うんと、水曜日の緊急でやるのはもう一旦なしでいいかなと思います。明日からもう 衆院選ですよね、うん。生木さん、このことにつき合ってる場合じゃないかもし <laughs> れないんですが、はい。あの、選挙の方頑張ってください、うん。別に国民民主を応援してるというわけじゃないですよ。全部を応援してるんです。全候補を。日本のために、日本国民のために、うん、それぞれがしっかり主張してください。はい。皆さんのご活躍に期待をしています。はい。それじゃあ。 あっという間ですが15分経ったので以上で終了です皆さんお付き合いくださいまして本当にありがとうございましたおやすみなさいじゃないな <laughs> お疲れ様でしたまたえー、っと予定では衆院選が終わった後の水曜日です多分はいそれではお疲れ様でしたいかがでしたでしょうか今後も石丸慎二氏に関わる情報を配信しますのでチャンネル登録をお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう